はい、今日の話は鉄です。ですね、妊娠をストップさせてしまう鉄っていう形ですね、これ一つの仮説なんですけども、もうたくさんの方見ていく中で鉄というものがもしかしたら妊娠に大きな影響を与えてしまっているんじゃないかなという形の動画を撮らせていただきました。はい、しけちゃん、はい、うん、先生のところでやってるプレコンセプションセラピーってやつですよね、はい、うん、受胎する前から体を整えようっていう形なんだけど、ちょっと貧血っていうところでみんなに話聞いていただかなきゃいけないかなっていうところでちょっと説明させていただきます。男性と女性だとどっちが貧血多い？女性のイメージです。そうだよね、なんでだと思う？やっぱ生理があるからですか？そうね、月経っていうものがあるじゃないですか。これがなんかさ、鉄の使用量だと思ってください、うん、これが鉄の使用量で、月経っていうものがあるとすごい使いますよね。普段からもちろん使ってるんだけど、それでも月経の時ってめっちゃ使うっていうのはやっぱり血をたくさん消耗するからっていう感じですよね。必要になってくるって感じになります。妊娠中期以降、中期以降から、まあ、生まれる直前ぐらいまで、生まれる時にも出血するよね、たくさんね、うん、なのであれなんですけども、月経の時よりはるかに使うんですよ。妊娠で、全然使うっていうようなイメージなんですよね。そうなんですよ。なので、そう、これをやっぱり準備しとかなきゃいけないっていう形なんですよね。で、ヘモグロビンっていう要素とかフェリチンっていう要素っていうのがあるんだけど、ヘモグロビンもね、やっぱこう最初の頃ってそういうフェリチンっていう知識があんまなくって、10年ぐらい前ってなくって、先生たちの中にそのヘモグロビンの数値とかって血液検査に注目して見てたんですよ。で、これやっぱ11台とかって人めっちゃ多くって、実は12台みたいな人も多いんだけど、これが13ぐらいになるとやっぱ妊娠するんですよね。そうだから自分の健康診断とかでも見ていただきたいんですけども、これぐらいになってくると、まあ妊娠してくるっていうのイメージなんですよね。そうそう、まあフェリチンに関して言うと、もう本当にね、こう、まあ、ひどい人ひどいので、うちのスタッフでも測定不能みたいなことが出ちゃったような人がいたりするので、しかもちゃんと本人は食事取ってるっていうんですよね、その話聞くと。それなのにこれがまあ測定不能なんていうのが出るっていうのが面白いところでもあったりするんだけど、ここで必要じゃないですかっていうこと、ここは今日のポイントになってくるんだけど、授かるために、こう、貧血っていうのは、これはもう想定して分かってくるわけじゃないですか。これぐらい必要になってくるっていうのは分かってくるので、授かるために、ある程度ないと妊娠できないようになってるんじゃないのかなと思うぐらいなんですよ。すごい低い状態で授かる方もいるんだけど、つわりがめちゃくちゃひどくなっちゃったりするんですよね。で、やっぱ問題じゃないですか。うん、ですよね。っていうとこ考えていただきますと、ヘモグロビンこれぐらいを目指していくっていうところが妊活の基礎になってくるんじゃないかなと思います。ここ分かったしけちゃん、この、なんていう、妊娠するとき、中期以降の方が月経で消費するより、はるかに使うんですよっていう感じですね。うん、ここ理解できたよね。はい。うん。で、胎盤ってあるじゃないですか。胎盤、この赤ちゃんとさ、つながってる胎盤って分かる？うん、お腹の中でさ、胎盤っていうのがあって、だからこれ赤ちゃんに取られるわけじゃないですか。足りない分赤ちゃんに取られるっていうようなイメージなんだけど、これがさ、お腹からってこう血管つながってるわけじゃないですか、うん、ですね、血管つながってる感じなんだけど、貧血気味だとね、胎盤が大きくなるんですよ。なんで大きくなると思う？赤ちゃん血が欲しいじゃないですか、うん、で、胎盤の役割として赤ちゃんに血を送ってあげるっていう役割なので、大きくなって、このなんていうの、こう網を広げようとするんですね。こうやって受け止める胎盤を大きくしようとして、なんとか赤ちゃんを育てようとするって、なんか切なくないですか、うん、必死だね、うん、必死なんですよ。必死なんですけども、ただこう大きくなると、何でもそうなんですけども、これ読んで、緩くなるので切迫気味になったりだとか、外れやすくなってくるっていう形なんですよ。怖くないですか？怖いです。怖いよね。貧血だけで胎盤大きくなって緩くなって外れやすくなってくるっていうところで、やっぱりちょっとすごい危険だと思いますし、まあ妊娠することそのものがやっぱりこの貧血っていう状況だとしづらいっていうことを考えていただきますと、もう一度この鉄っていうものをね、見直していっていただけるっていうのがやっぱ大切なんじゃないのかなというふうに思います。
ですよね。人によってはある程度の数字になるまで妊娠するのを待っててくれてんじゃないのかなと思ったりする時もあるんだなというふうに思ってください。で、鉄対策みたいなのをね、しっかりとみんなでやっていきましょう。